ははいい皆様おはようございます今日はですね札幌のまあ、小ネタと言いますか一応丸山公園は丸山にはないっていうお話をしていきたいと思いますちょっとまだ私あの動画編集の技術が全くなくあのちょっとハンドカメラで申し訳ないんですけれども、えー、まずですね丸山公園っていうのが、まあ、地下鉄丸山公園駅からほど近いところにあると思うんですけれども まあ実はその丸山公園の住所っていうのが丸山ではないんですねあ。宮ヶ丘っていう住所になるんです。まあこれちょっと僕が調べたっていうかまあたまたま気づいたって言っちゃうまあたまたま気づいたんですけれどもまあ一応丸山動物園っていうのも宮ヶ丘にはあるんですよね。ということで丸山公園も丸山動物園も 丸山っていう住所にはないし、なんなら丸山公園駅だって、まああそこ、西28丁目か、二27丁目かな、にあるっていうことで、じゃあ丸山って何っていう話になってくると思うんですけれども、まあ、こちら、明治40何年だったかな明治40何年かな明治34年の地図ですね。とまあこれ、札幌のまあ、 中心部なんですけれども、うん、ここがまあ大通りということでここが創世川なんで大体ここはまあテレビ塔あたりですね、まあ、移転された昔の宝兵館があるんです描かれているんですけれども、まあ、実はこの大通り、まあ、ずーっと西の方に向かっていくとここですね西側に今丸山村 っていうのがまあ見えるんですね。一応ちょっと広域図があるんですけれども、まあ、丸山村っていうのが実はかつて存在したんですね。一応まあどのあたりなのっていうとこの地図では西二十丁目よりも西側っていうことですね。 で一応ここにちょっと川筋が描かれているんですけれどもこれが丸山クラスとか、まあ、行ったことある方はちょっと見たことあるかもしれないんですけど丸山クラスの隣にまあ駐輪場があるんですけれどもその駐輪場の入り口にここにはかつて川が流れていましたっていう縦看板がまあ,あると思うんですあれがまあこの川なんですよね境川おそらく。 まあいろんな時代を経てこう年々川筋が変わってしまったりこの当時もおそらく丸山村まだまだ原野に近いような感じでまあ札幌の西側もかなり原野に近い感じで描かれてたり一応ここが今の知事交換なのでまあそこもまだまだ湧き水が湧いてるっていう状態ですよね。ということであの。 かなりまあおそらくは洪水とか雨の量とかまたはあの雪解けの時期とかで流れが変わったりしていたっていう可能性はありますちなみにこっち側はもう山花村ですね一応まあこっちにもあるんですけれども山花村ですあのこの辺の境目ってあの当時なんて言うんですかねまあかなりこう植民区画が違うので今あの な西何町目が飛んで存在しない住所みたいのがあるみたいな小話もあるんですけれどもここの三角の部分っていうのは今でも残ってますねこの辺確か最近再開発されて新しいマンション建ってましたねでここがあのなんか多分変に T 字路と T 字路の重なっている交差点とかある場所のはずですあの公園と、まあ、セコマとかあったりして これが明治34年なんですね。一応、まあ、この当時の札幌どんな感じなのっていうと、東側、豊平川を越えた方は、まあ、豊平村、上白石村っていうのがあります。上白石村は、まあ、当時、リンゴ農園が、まあ、ほとんどを占めていたんですけれども、一応、リンゴが、まあ、ちょっと病気になってしまって、大不作っていう年があって、 えー、白石村よりもかなり早い時代に上白石村は札幌市に札幌区だったかなと編入されてちょっとあのすすきののたりもだいぶ町になってきたっていうことで遊郭の移転先を探していた札幌は上白石村に遊郭を移転しましたね今でも菊水の方に上白石神社って確か菊水神社があるんですけどあれは遊郭の時代の名残っていうことになります 話が逸れれてしまったんですけれども、まあ、その丸山っていう、まあ、村が当時あったじゃあ現在丸山っていう住所ってないのっていうとじゃあ丸山っていう住所はあるのかないのかって言ってしまうとあるんですよ。あの環状通り沿いに丸山墓地があってその右側が小高い山。 あそこが丸山登山道とかある丸山なんですけどその山だけが今は丸山っていう住所になりますちょっと時代を進んで大正時代の札幌です札幌の西側もだいぶ町になってきましたよね大通りもだいぶ整備されて 病院なんかも建ってでこの当時藻岩村になってるんですけれども山花村と丸山村が合併して藻岩村になりました一応丸山病院っていうのがあるんですけれども西20丁目通り沿いですねまあ丸山には入ってないんですけれども一応丸山病院ということらしいです ちょっとこの病院の場所が今どうなっているのかっていうのはちょっとまだ調べてなかったんでちょっと後日の宿題にします一応この頃になるとかなり明確に札幌区札幌郡境界線ということでえ札幌郡っていうのはまあもちろんかつて存在した住所なんですけど札幌市にはまあ白石村とか それから豊平村、えー、札幌村琴仁町丸山町手稲町篠野村かなりの自治体が実は合併してできた町なんですねまあそれゆえに、まあ、札幌郡例えば札幌郡豊平町、まあ、札幌郡琴仁町とかっていう住所表記だったっていうわけです 先ほど言った上白石村の地域はすでに札幌に編入されて一応まあ札幌市、白石町またらに別の自治体として白石村っていうのがあるっていう感じになってます、まあ、この当時豊平町にもうすでに昇格してますね 豊平村も、かなり人口があった。一応この辺りの町っていうのは後々札幌に編入されてしまうので札幌市豊平町になるんですけれども一応豊平町の中に豊平っていう住所がなくなってしまうっていうことも起きてしまいます一応広域図の方も見ていきたいと思いますだいぶもう山鼻地域もこう都市化の予定 としてベッドタウンになる予定で、まあ、この辺にもう山原村っていうのが作られたっていうことなんでもうかなりもうこう道路も整備されてきてますねでえっと大正時代なんでこれ大正何年かなこれ大正10年なんで明治43年に札幌市にある程度山原村のこの地域っていうのが 確か合併されててで、大正12年なんで、この地図の2年後ですね、まあ、大体この辺りっていうのはもうほとんど札幌市に編入されてしまって、山花村、じゃあ、あとどこ残ってるのっていうと、はったり別とか白川、今の石山とか、あっちの方が、まあ、最後って言ったらなんですけど、1941年に一応丸山町が。 札幌市に編入されるんですけど、まあ、その頃まで残っていた旧山花村、まあ、札幌札幌群藻岩村大和山花村の地域になりますね一応こんな感じで、まあ、昔丸山っていう地名があったっていうことで、まあ、あの辺り一帯が丸山公園とか、まあ、丸山っていう住所がまあ存在するっていうことですね、まあ、時はちょっと 進んで昭和に入ります。昭和10年11年ですね、まあ、まだ藻岩村ですこの頃になるともう、まあ、先ほど言ったようにこう今南南城とかっていう地域がほとんど札幌になってしまっているっていうことなんですけど、まあ、境界線がもうすでにこのようにもう南30城とかまでは札幌市になってるっていうことですね まあ昭和初期ということなので、もうだいぶ、それでももうだいぶ待ち待ちって言っても、この当時まだ未舗装ですし、っていうことですね。で言ってしまえば、この辺もまだまだ、これからの予定の道路っていうのがあったりして、ま,あ、まだまだ開拓は全然進んでません。一応、札幌神社っていうのがあります。 これは市電かな確か。このオレンジの線は市電ですね。ここに、まあ、あるように丸山三丁目とか。まあ、当時、丸山何丁目っていう住所があったんで、まあ、今でも名残として丸山っていう地名が色濃く残っている。まあ、こっちの南南城とかっていう方も山花っていうつくマンションとか結構ありますよね。っていうことです。こ、まあ、このの頃、まあ、こっちの方は 千歳線っていうのが、まあ、今サイクリングロードになってるんですけど今の函館本線とは別のルートでした、まあ、これ北海道鉄道っていうのをが前身になってるんで、まあ、ちょっと別のルートっていうことで、まあ、函館本線の方は、まあ、昔は関永幌内鉄道っていう関永の鉄道だったんで、まあ、その後北端北海道炭鉱規制に払い下げられてその後また鉄道国有法で国鉄になったっていうことですね でこっちが長山系鉄道ですね今でも上鉄バスとして残っていますけれどもまあちょっとこのあとまあ藻岩村も丸山町になるんですけどちょっとその時代の地図がちょうどなく持ってなくてちょっとなんとも丸山町っていうもの自体がなん。 まあちょっと地図持ってないので何ともできないんですよね。で一応この辺り、まあ、境川とかっていうのをちょっとたどってみたいと思うんですけれどもこの丸山と琴仁井村を、まあ、隔てているこっちが琴仁村ですね。で一応こっちが琴仁川が流れているっていうことで。 一応ここれはことに八軒川ですね今はもう完全に暗渠化されて昔のハッサム川系の伏流水に端を発しているんですけれどもでこっちが境、まあ、川ということでこの辺りが今中央市場ですね で一応この辺もずっと原野でこう川がつながったりなんだりとか、伏流水とかがいろいろ出てきたりしていた地域ですね。一応まあ、ことにこねっていうアイヌ語っていうのが、まあ、この辺りからずっとこう湧き水が湧いていたっていうことなので、この辺一帯ですね。まあ、丸山も今でこそ町ですけど、まだまだなんとなく主要な幹線道路は。 ありまますすけれども農村ななのかなっていう感じがしますねでこの当時の一応市電もまだ丸山公園琴に街道丸山三丁目っていうことですね、まあ、一応この当時ならまだまだ顕著に出てるんですけど山鼻角度っていうまあ今でも言われている札幌市とは別の角度だよっていう ことであります、まあこの山肌村と札幌市の境目やっぱりかなりいびつになってますよね横は中島公園ですねでまあさっきも言ったんですけれどもここですね この豊平町麻豊平が、まあ、この当時すでに札幌に、まあ、都市化されてしまったので編入されてるっていうことなんですけど、まあ、上白石村と豊平町麻豊平の範囲っていうのはすでに札幌市っていうことで豊平町豊平はもうないっていうちなみにまあ札幌村の方も実はだんだんと札幌にこう編入されていくっていうことでもう この当時すでにこの内房駅のある場所はもう札幌市になってますね。でその向こうが札幌村ということで、まあ、だいぶもう札幌村も札幌市に編入されて侵食されてます。でこの琴似川の流れの跡っていうのがまあ札幌市と琴似村の境目ですね。 今もほとんど跡が残っていないんですけれども、一応この地図では新川が描かれてないんですけれども、うーんと、これが樽川街道かな。これがまあ新川通りの原型かなこれが。違うか、第二農場だから、もうちょっと北側かな。 あそうですね飛行場がここなんでだいたいこの辺からこう進河通りっていうのがパンってできててっていう感じな、まあ、こっちの方が麻布方面に古川の跡が流れるんですけれども、まあ、当時この飛行場っていうのは札幌飛行場ですね今でも正門の跡だけ残ってます、まあ、第二農場も今いろいろ文化財とかに指定されて一連が保存されてますね でちょっと時を飛んでもうちょっと1970年代になってしまうんですけれどもこちらちょっとうんと「わらじやコンパニオン全国道路地図帳より、まあ、札幌市ですねまあちょっとこれもう余談になってしまうんですけど「丸山北町」っていう住所かつて存在したんですね今同営住宅「丸山北町団地」とか っってていうので残ってたり、一部の、まあ、そういう施設面に残ってるだけなんですけれども一応丸山西町っていうのはまだ残ってる住所ですねで北町っていうのはかつて存在したっていうことですねもうここは札幌になっちゃってるんですけどこれですね丸山公園が宮ヶ丘になってるっていうことで で、当時、まだ、こと町、宮の森とか。一応、うーんと、これ、札幌が、うんと、なんていうんですか、あの、区ができる前なんです政令指定都市よりなる前の話なので、一応、札幌市、何々町っていうのが、ほとんどの住所表記ですね。一応、札幌市、こと町、宮の森とか、まあ、札幌市、伏見町とか、 っっっってううっててていいうう風ににななくる感じますちょ今回ちょっと長くはなってしまったんですけど、まあ、丸山っていう、まあ、丸山公園が丸山にないよっていうのとちょっと丸山に関して札幌市との、まあ、境界線の変革みたいなところでお話をしていきましたでまあ、ちょっと次回これまあネタにしていきたいなと思うのがじゃあこ宮ヶ丘って まあ宮が丘も今住所として存在してるんですけど一体札幌の宮って何なのっていう話をしていきたいと思います例えば中央区にあるこの宮が丘それから宮の森ここにある宮それ以外にも西区に宮の沢とかっていうのがあったりするんでその辺を踏まえてやっていきたいと思います